次の方はどうぞ。はい、失礼します。どうぞお座りください。失礼します。それでは早速採用面接を始めていきたいと思います。はい、では簡単に1分程度で自己紹介をお願いします。はい、東京大学外国語学部英語学科3年の高橋鈴香と申します。大学時代は主に3つのことに取り組みました。1つ目は LGBTQ+ の個人個性を認められるような大学づくりにする大学生団体の運営と設立です。2つ目は学生塾でのアルバイトの経験です。そして3つ目は新ダイアリーという就活の YouTube を運営する株式会社ダイアリーというところでの長期インターンの経験です。以上です。3つもあるの？はい。広く浅くなりすぎなんじゃない？3つあるんですけれども、3つ全て同じ時期というわけではなく、1年で1つのことという感じで3つのことに取り組んでまいりました。じゃあこの中で一番力を入れたのってどれですか？一番力を入れたのは3つ目の長期インターンでの経験です。インターンっていうかさ、はい、それってただのアルバイトなんじゃないですか？具体的に何をしたんですか？長期インターンでは具体的に動画ディレクターとしての仕事を行いました。で、学生団体や塾でのアルバイトの経験は正直お客さんとしての考えでしかなかったんですけれども、長期インターンは会社を作り上げていく会社側の人間として頑張れたかなというふうに思っております。会社を作ることができた？作ることはまだ正直できてはいないんですけれども、これまでは自分の仕事があったり目標があったりっていうものを達成できなくても正直いいかな、会社側が責任取ってくれるかなとかいうふうな考えでいたんですけれども、長期インターンを始めてからはちゃんと自分で全部責任を取って行わなきゃいけないというふうに思うであったりとか、目標もこれまでよりは高いところに置くようにしてました。話がさ抽象的なんだよね。ふわっとしすぎなんだよ。何言ってるか全然わからない。具体的な成果とかあるの？具体的な成果、長期インターンでの、はい、長期インターンでの具体的な成果は正直まだ始めて2ヶ月なのでないのですが、具体的な成果としてはこれまで動画を何本か出していく中で、私キャスティングというような仕事をしていて、全ての動画の出演者の学生をに自分からアプローチをかけて出演までしていただくというようなことを約7、8名にしていただきました。自分が学生で相手が学生なわけでしょ？はい。それって本当にプロフェッショナル意識持ってやってんの？はい、私的にはプロフェッショナル意識を持ってやっていました。じゃあ次の質問いきます。ご自身の将来の目標、ビジョンがあれば教えてください。はい、私は先ほども申し上げた通り、人の悩みを解決するために行動できる人になりたいです。で、その行動っていうのが先ほど申し上げた通り動画ディレクターというような仕事をしているんですけれども、動画とかあとはウェブメディアだったりコンテンツで届けていけるような人物になりたいと考えております。じゃあその中でもなぜ弊社を志望してるんですか？その中で弊社を志望する理由は、私自身弊社のウェブコンテンツに自分がうつ状態だったところから助けられたというのが一番の志望理由です。それってさ誰でも言える内容ですよね、それって。コピーしか聞こえないんですけど、うん、ふざけない。コピーの志望動機で出していくんじゃねえよ。誰でも言えることでしょ、それ。誰でも言えることじゃないというふうに考えております。じゃあ就活塾聞いてもいいですか？はい、私の就活塾の一つ目は、まず一つ目に先ほども私の就活軸は大きく2つあって、1つ目は人で、2つ目は先ほども申し上げた通り悩んでいる人たちの課題を解決できているかというところにあります。1つ目の人っていうのは、
自分す一つ目の人っていうのは先ほど申し上げた人の悩みを解決するっていうところに自分と同じぐらいの熱量を持って動いてる人たちで、それ大きな目標を持って行動してる人たちと一緒に働きたいなっていうのはあります。で、二つ目の軸なんですけれども、これまでやってきた塾でのアルバイトも普通の学生じゃなくて ADHD とか不登校だったりっていうような学生に対して指導を行っていたっていうのとか、あと学生団体の経験もそうですし、全てそこにつな人の悩みを解決するにつながっていて、でそこに対してだったら自分が本当に時間を忘れてだったり全力で働けてたなっていうのがあるので、全力で働けるのがまた楽しいっていうふうに感じるので、楽しく全力で働きたいっていう点でこの2つの軸を持って就活活動を進めております。話がさ長いんだよね。さっきも言ったじゃん、長いって、うん、舐めてんじゃねえよ。はい、では本日の面接は以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。次の方どうぞ。はい、お願いします。どうぞお座りください。失礼します。よろしくお願いします。金沢大学4年の福田俊と言います。よろしくお願いします。じゃあ簡単に短く学生時代頑張ったこと言ってもらえる？はい、学生時代頑張ったことはセブンイレブンのアルバイトです。アルバイト、セブンイレブンのアルバイトを僕してまして、で毎日朝早朝バイトとして、週6で出勤してました。で2年間出勤やってたんですけども、まあ、いろんなバイトの仲間のができたりとか、いっぱいレジで売ってるようになったりとかして、すごく嬉しかったです。嬉しくて、その何ですかね、まあそのレジ打ち力であったりとか、常連さんを巻き込み力みたいなところは身についてたかなと思ってます。話がさ、はい、長いんだよね。長すぎる。短くって最初に言ったじゃん。はい、人の話聞いてんの？聞いてんのか、人の話。はい、セブンイレブン頑張りました。じゃあ次。はい、ご自身の強み自己 PR があれば教えてください。はい、私の強みは、巻き込み力かなと思ってます。具体的には、先ほども申しましたセブンイレブンのアルバイトで、朝しか出勤しない、パートの方に対して一緒に夜も出勤しようよっていう風に巻き込んだりとか、あとはそのなかなか出荷をしてくれない、時間通りに来ない配達員の方に対して来ようよって言って来てもらったりしました。強みがさ弱いんだよね。全然ピンとこない。全然いいと思わない。本当にそれ強みだと思ってる？そうですね、自分の中では強みだなと思ってます。ただのアルバイトでしょ？そうですね、契約形態はアルバイトだったんですけど。遊びじゃねえんだよこっちは。はい、こっちの仕事はアルバイトじゃねえんだよ。そうですね、入社した際にはもちろんアルバイトではなく全力で、精神誠意。全力でって言ってるけどさ、それ本当に口だけで言ってるんじゃないの、それって。口だけだったらさ、はい、いらないんだよ。本気でやるやつしかいらないんだ、こっちは。はい、自分の中では本気で取り組みたいなっていうふうには思っています。そうやってね、口だけの学生を何十人も何百人も見てきたの、こっちは。はい、もう飽きたんだよね、もう口だけの人間って。君はどうせ口だけの人なんでしょう？いえ、口だけではないなっていうふうによく周りからも言われるので、口だけではないと思います。思いますって、ただの感想じゃん、それって。口だけ舐めてるの？こっちのこと舐めてるんですか、我々のことを。
舐めてはないです。こんなに忙しいのにさ、時間作って遊びじゃねえ。はい、そう思われたのはあの私の責任なので、あのそうですね、ただこちらも遊びじゃないなっていうふうには思ってます。はい、じゃあ次の質問いきます。はい、うちの会社を志望する理由を教えてもらえる？はい、あの御社のホームページを見まして、その御社のその代表の方が書いてあるメッセージを読んで、とても共感するなっていうふうに思ったのが一番の理由です。誰でも言える志望動機じゃないよ。コピペで持ってくんだよ。どうするコピペだろ。一個に先輩からもらってさ、去年も聞いたよその話。いや、コピペで持ってくんだよ。わかるんだよこっちには。はい、コピペ。そうやってさ、はい、人のコピペして生きて楽しいの人生。楽しいんですか？そうですね、楽しい。自分の人生じゃないんですか？はい、自分の意見はないんですか？じゃあ、そうですね、正直なところ、まあ、どこでもいいかなっていうふうには思ってまして、その中でここ入れそうかなっていうふうに思ったのがちょっと正直なところですね。ふざけてんじゃねえよ。こっちは本気でやってんだよ。はい、そうです、ね、遊びなら帰れよ。じゃあもういらねえよ。いや、就職はしたいなと思ってるので本気です。じゃあ本気とか分かることを 今ここで証明してよ。全然分かんない。そうですね、まあ本気度で言いますと、まあ今日ちょっと石川の方からあの夜行バスの方で10時間ぐらいかけてきたので、まあこの御社だけを受けるために来たので、その10時間という時間は結構遊びでは来れないなっていうふうには思ってるので、まあ一つの証明する材料かなとは思ってます。こっちはさ本気でやってるわけ。毎日の仕事にさ休みなく毎日やって働いて、君みたいな甘い人間見るとさイラッとするんだよね。まあこちらも本気です。分かったよ。じゃあもう帰れよ。嫌です。帰れよ。嫌です。じゃあ最後に何か一言あります？メッセージ。そうですね、まあ、今回あの私自身面接が初めてで、あの企業の面接ってこんなもんなのかっていうふうにびっくりしたんですけども、まあこのような対応をされるぐらいなら、まあ入社しなくてもいいかなっていうのは個人的には思いました。個人的には、まあなので、まあ、本当に社会で活躍する人や、プロと言われる人は相手の気持ちに立って相手の目線で寄り添ってくれる人が本当のプロだと思うので、まあ今回は入社しなくてもいいかなっていうふうに思いました。ありがとうございました。はい、ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。まず圧迫面接はそもそもどうしてやるのかと対処法を教えていただきたいなと思ってます。はい、ではここからは優しく解説していこうと思います、はい、今のやつは演技なんで普段はこれよりちょっとだけ優しいですなぜそもそも圧迫面接するかというと、浅い志望動機の人を落とすためなんですね、うん、浅い志望動機の人を内定を出しても結局いろんな会社を受けて蹴るんですよ。なんで本気度を確かめてるっていうのが一番の意図です。でよくあるのは年収ランキング上位で入るような会社はやっぱ人が群がってきちゃうんですよね、年収だけにつられて。なんでそうやってわっしゃーってたくさん来た中からいい人材を選ぶっていう意味で言うと、まずがっつり落としちゃっていいなというのがまず圧迫面接の意図なんですね、うん、なんで本気で志望してるかな、本気で準備してきたかなっていうのが一番大事なポイントでございます、うんうん、
現代でも圧迫面接は本当にあります。で、対処法としてはたくさん準備をしてくること、例えばその会社の事業内容もそうですし、実際社員と会ったりして自分にしか話せないエピソードを話すことっていうのが一番大事なこと、うん、で途中の今回の面接でも言いましたけど、コピペの志望動機ってバレるんですよね。これ誰でも言えるなっていう、でもそういう風に出す学生ってかなりたくさんいると思うんですね。とにかく年収が高そうだからとりあえず受けとけ、で志望動機ないどうしよう、先輩からもらった ES でコピペで出しちゃえっていう人って結構いると思うんですよ。それって分かるんですよ、こっちは。なんでコピペではできないような、自分にしかできない社員訪問した時に聞いた話とか、自分が知ってるその事業内容のこととかっていうのを話せるようにすると、あ、これはコピペじゃなくて本気で志望してるなって伝わると思いますので、それが一番の圧迫面接の対処法でございます。ということで、今回圧迫面接バージョン2をさせていただいたんですけども、お二人ともいい演技をありがとうございました。あの南さんの SNS は下の概要欄に貼ってあるので、はい、よかったらフォローしてください。皆さんフォローお待ちしてます。あと圧迫面接好評だったらバージョン10ぐらいまでやろうかなと思ってるのでぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあなじゃあな。じゃあ質問だけどさ、はい、ライオンとトラどっちが強いと思う？カバが一番強いと思います。なんで？カバは皮膚が一番厚くて、あのライオンに噛まれてもトラに噛まれても痛くないって言ってました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。